はい、それでは続きで撮っていきましょう。よいしょ。上段の色並びの法則に習って下段の色の並びを完成させるよと。謎のヒントや、いえ、自分で考えます。聞いたヒントの数が少ないほど豪華なんですよな。よいよ。実はね、これね、ちょっとね、このパート撮ってる時にちょっと録画エラー出ましてね。そのね、録画ソフトが途中で止まるというエラーが起こりまして、これもう2回目なんですけどね。これ上の3つがこれ色の三原色で、下の3つが光の三原色。で、真ん中の1個は、で、混ぜたらこの色になるよってのを表しております。色を3つ混ぜると黒くなって、黒い光は黒のまんま。で、白を3つ混ぜると白で、光の三原色を混ぜると白。で、これ、色。青と赤を混ぜると紫。光は赤と青を混ぜると紫。で、赤は全部赤。これに習うと、色を青にするにはこちら、青。光を青にするには、青。で、こっち光は緑なので緑。で、緑、色で緑を作るには、青と黄色を混ぜる。で、黄色はこれで、で、色で黄色を作るにはこれとこれで。OK。クリアおめでとう。まあ、こんな感じです。よいしょ。イエーイ。ということでね。これ虹の魔石をいただけるわけですよ。敵全体を魔法に弱くする。野生のダガー。波動のメガホン。たまにスタン、地球を共鳴する究極の大声波動。まあいろいろね、なるんですよね。チャイニング、スパンコールドレス。シャイニングよりもスパンコールの方が強いのか。トコパーが全身全霊パンか。戦いに含むトーの魔力を宿ったパーがユフリートの兜と、プロメテウスの兜と。ほいほいほい。デバインヘルム。じゃあ魔法奇跡の恵みしようか。うん。サラマンダーとかブート。ミラーシールド、ライトニングシールド、高く続く魔法を反射。デストロイハンマー。カタストハンマー。やっぱここはね、メガホンやね。テケテケテン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 。んで、これ装備なんですけども、お守りでこれリボン。むっちゃ運が上がるんだよね。男性も装備かな。で、おもり装備してね、ゴミ切り替わりのお守りをつけて、それでセーブすれば OK です。よし。じゃあ行きましょう。よっこいしょ。コンボを指南書。コンボ。HP 自動回復ですね。よくと徐々に HP が回復するようになる。これもらったんだよね。HP、まあお前でいいか。コンボ指南書、コンボ装備できるようになる。なんだ、ロー。よし。えい、ということでね、このノーゼンゾウ。シュッテッテ。シュッテ。セーブしてから行きましょう。はい。ルクスの奇跡を捧げます。よっ。なんや？おトイレ？違うか。万人さんがいないと気にするのは気になるな。なんか仕掛けがあるかもしれんし。なんや、まだバチのことを気にしてるの？どちらかというと、俺はバチから守ろうとする二人のことが心配だな。あら！カーラがルクスの奇跡をアントンから取れるの大事に捧げた。あちゃー。音声案内。なんか、えらいハイテクノロジーやね。大化築巻を1点確認。充填を開始します。え？まさらそんな反応するわさ。カーリヘン、ナイスアンズリオになんとやれ。さっきの違って強い光の魅力を感じる。今度はあの岩に働きかけることができそうや。
強化されたロクスの奇跡。やったね。なんやろ、高速魔法の顔の巻物？幸せみたいやけど。なんか買うと高そうやね。高速魔法の巻物かっこ使用済みを持っていくことにした。あ、ところでシュタイナさんが言うてたけど、ここの番人さんまだ魔物の方の真犯人を探してるんかな。ちょっとお近づきになりたかったんやけど、番人さんと。こうして一行はノーゼン島から森に戻っていったリレミトや。まあね、戻るのめんどくさいもんね。そして、なんか近くから強烈なマスを感じんねんけど、あのそこの池におるやつじゃないよね。おったれ。くそ、くそ、行き場所で持ち物、もう持ち物検査が始まったんだ。あれじゃもっと逃げへんやないけ。おい、インテス、何かここの警備は無能やから。あ、インテスってなんか出てきてた気がするな。なんかパート1か。どんな声で呼んでたっけな。シュタイナのやつが警備兵に入れ知恵したんだよね。配達用のいい敵を魔球みたいにすらしただけじゃなかったで。ああ、まあまあ、今晩闇夜に紛れて俺がお前をオートバでハマってやるからゆっくりせ。そこでお前は本命用の遺跡攻撃見えてやれ、本懐を果たす。俺はオートをビビらした功績で出世する。お互い見とこづくべや。人間自らの合理をして人間に攻撃するっていうのがあの上の考えやからな。だから人間のお前には協力できるが人思いにはできん。今はくれてやる魔石はさせさえや。それじゃ、しっかり自分の仇を討ち。渋谷区行ったら約束通り、お前を義兄弟として迎えちゃうって。まあ、当てにはしてへんけど感謝する。お、万人。万人おろって。暗い時に俺が特命を持ったやつや。間違いない。俺らで捕まえよう。ここでやらんと逃げられる。いや無理無理無理。あいつらなんか逃げ足早そうやし、行くんかで取り囲むとかなんとかせんと逃げられてまうわ。幸い事務所の兵士さんたちと一緒に戦うことになってるでしょ。だからみんなで捕らえろ。捕らえよ。それならうちの見張っとくよ。私なら丸くできた体もかくなって痛くなったら空飛べるし。ほんまかい。逆にそうせんかったら逃がしの話さないやつらから汗逃げられちゃうよ。だからここは二つに分かれましょう。フィーゼとアントンは詰め所に伝えてきて、私は空からあいつらを後でゼービュー駅の前で合流やね。あー、わかったわかった。広場からシュタイナーさんの一時一歩を通過してるところやね。うん、そうやね。ゼビュール駅はそうやね。オーケー。こうこうしかじか。今また新たな兵士たちが出かけようとした。よし、今からもう二人増援する。そこに切り込み隊長と衛星兵を派遣する。ちょ、待ってください。俺らも一緒に戦います。そうだな、君たちの実力は知っている。頭数は大いに越したことはない。分かった、特別だ。ギッコの隊長たちと行動を共にしてほしい。ギッコの隊長と衛星兵、名前あるんかな。まあ、早う犯人を捕めに行きたいけど、気が入るときから準備はしっかりだよな。うん、60数えよう。早いな。ほいほい。同行者、切り込み隊長、衛星兵、名前とセリフがなし。おっと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 
応ついてきてんのね。特にアイテム使ってへんのよね。よいしょ。おや？あら、セーブしてねえべ。結局お前らの力そろってんのか。この町にはもう少しまともな兵士がおると思ったんだ。さあ、とどめや。くらえ。その時キャサリン。やーっと見つけたわ。マルちゃんってやつ、もう簡単に言わないで。おお、無事やったか。マットさん、それじゃあ共闘しましょう。オッケー。おい、これも連れて静け。今なら見逃しちゃるわ。市民を守るのは警備兵の仕事やろ。あ、セリフあった。すぐに別の市民を手にかけようとするかもしれんやつがどの口で言う。これも守るのが兵士の仕事と思っていたが、やればやってこれも出したと思ったらこうというか。この男まで俺に倒されたら面目丸つぶやで。衛生兵、はしゃい職も承知。お前こそ体が子供だからと見くびれてないよ。久々におもろい戦いになりそうや。俺も本気で飲ませてもらうよ。準備ができたらいつでもかかってくるがいい。一応待ってくれんのね。待ってくれんのね。おいおい、まあ準備はセーブだけやしな。行きましょう。君も覚悟してね。覚悟決めたがこの無能兵士と怖っぱどもま。敵の力を得た俺に応じきずに戦い挑むとは。ただ君は無能兵士と怖っぱのではなく、才能努力に認めた上級国民の卵のようだ。優勝決めた。目の輝きと先ほど俺に直撃を加えてみせた実力でわかる。才能がなければ努力をすればいいじゃないの。絶対努力、全能の打ち破り努力で通りならないのは本人は責任とは限らないということを。この石ころで思いっきり一生ができれば幸いだと思うんや。マルジャン、どうしろお前。なんてボルトの子孫に真っ直ぐな目してるな。一応努力は認めているよね。真っ直ぐ以外は何も見てない。だから苦労を感じにくい。痛いね。よっよっ。結構ですね。こちらの魔法で3体でいいかな。ファイル。あ、こいつじゃねえや。あ、バランス崩せるんか。水の魔石でやったからな。お前みたいに黒に鈍感なやつができる人にも黒を押し付けるんや。真剣であればできんことはないとか。ファイル。どうでした。ああ、うまい。魔法は、よいしょ。おやり。ウォー。結構タフだね。やってできんなら自己責任とか言うて。私人形を毎日のように死なせる。毎日な。ファイル。
あれ魔法じゃねえのか。ほい、お、2回攻撃や、切り込み隊長。だから君たち、例えば魔法の腕が頑張ってもまるで上がらない状況を想像できるか。経験値一つで立て応えもない感覚を知ってるか。なんかこっちもタダアンジン、向こうもタダアンジンではありそうだね。あら、武術もできんの。よいしょ、敵も回復するんかーい。精霊の恵みはちょっと考えた方がいいな。そもそも何を頑張れば経験値が得られるのか、どこに来れたことはないか。努力即実力になる天才である君たちはどれも理解できんやろうな。膝に根拠だな。お、張り返した。返したけど効かんかった。やっていいよ。あ、お任せにしてもらった。君たちが善意の偽善で。善意の偽善？善意の偽善ってちょっと表現があれやけど。君たちが善意の偽善でやればするとそういうせいに。帰らないタバコを石ころと刺しる金の鳥になる姿が見えるな。唐突に死んだで。お、やった、虹の魔石だ。やはりガキの強さじゃない。これが才能の勝ち組か。兵士たち、共に戦う姿に恵まれたラッキーやったな。だがこれでどうだ。闇の魔石の力を全開にした。最初から思い切ってこうするべきやったわ。あれ、逃げおったかね。え、あんたの方。奇跡につかむよ。わお、あら、すっ飛ばした。おー、やっと意識戻ったんやね、カーリーヘン。あ、ごめん、ルイージ。あいつ、ゾンネルの、あれ、防げた？あ、ゾンネルじゃないな、あれは。ゾンネルは自爆はしないよね。まあバッチリやったけどさ、おかげさまで。いや、カーリーヘンがバッチリやないよな。駆けつけたら消えかかってんの。ミス、ミスの番人さんが魔力を上げてくれんかったらどうなってたか。まあ、ミスの奇跡の力と一緒に自分の力でそういう感じだったからね。でもそうでもせんかったら闇の魔力を中和しきれんかった。後でお礼言わんとね。セーバー、ルクスの奇跡、私のコアに使ってる人似てるよね。立てる。私は生身の体じゃないから、魔力さえ充填できれば大丈夫。シュタイナーさんに挨拶してから今日は休まん。シュタイナーさんは詰め所やで。犯人のあいつに話があるってさ。勝手に縛られて縛り貸しになってるといいな。料理疲れるといいな、大からとな。さあさ、チーノンさと今の人に伝えてきたけど、何人料理に来てくれるかな。なんか二人ともめっちゃ邪悪な顔してるよ。
まあ、とりあえずセーブやね。レベルは上がらんかったけど。そうだ、虹のやつがあるよね。アイテム強化に。タイの魔石、月の魔石はなくて、虹の魔石で何しようかな。どうしようかな。フリーズじゃないな。これはどうしようかな。これサラマンダーの盾今誰も装備しとらんのちゃうからね。ミラーシールド、サラマンダーの盾、ミラーシールド、サラマンダーの盾をミラーシールドどっちか、どっちかライトニングシールド変えようかな。でもこの妖精もダガーにするから、ミラーシールドも4割跳ね返せばええ気もするけど。よし、じゃあこれの流星、この妖精のダガーに変えましょう。てかてん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 、よいしょ。OK、マンダの盾1個あるんか、使用済み。敵はなんかこう強い魔法がかけたら、お前魔物に自分で扱えない魔物を使用するためだ、よいしょ。 OK、 はいはい、よし、ちょっと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 、はいはい、手の濡れ衣があったのね。オッケー、大事な手当てだったらしいね。ああ、いやいやまああんたの男女の用はね、早く敵を撤去してほしい。よくお金をくれる環境客に早く会いたい。ヘラック村に行く計画を話しようというの。OK、 そしたらそれ、いらんなく子供たちに治ってくださる体も安心です。もし当てろさ、そんなのアフトだったらってふっ、高橋は罰だ、正しかったんだね。じゃあ負けちまったではないか。おい、賭けしとったんか。それ以上にこの前全体信仰心を忘れているのかもしれません。彼らは罰が悪そうにしているな。まだ罰が悪そうにするだけ。ええわ、なくなったんだよね。はい、魔物の魂を売り渡した人間のようにか。いかに気持ちが強いと許せない人間を冷たく痛いほど思い知らされた。未だに疑いを持っているような感じがいる。ああ、いないね。よいしょ。しかしまだ隕石が飛んでいったようだな。え、隕石は破壊されたのか。隕石落としたコッパに入れるなんてかなりの腹肌だったな。マジかよおい、すみだって世に報復を加えたらもの感じみたいな間違いないですよ。隕石に隕石見せたらもないフラーが新しいと思ったよ。まあそれはね、うんうん、か妙に心地よくなったからさ。はい、
誰が何にどう苦しんで恨みを募らせるかまで簡単に決めてやれないもんだと思ったよ。そして前通りの簡単に気ましんでいたきつきあと同じではできるのに未然に積むことができればな。ああいいバーテンさんや。ここは変わらん、ここは変わらん、変わらん。変わらん、この辺は変わらん。太陽と月の魔石はどうなる。これで待ってゆっくり飲めるな。ここは変わらんのか。ふいふい、よいしょ。うん、よいしょ。売れねえ、売れねえ。売れるのはこの辺だけだね。コンボはしないでしょ。いらない。変な文字、うっふう、変な文字、うっふう。もう魔石は取っておく。普通のコンペイトがいっぱいあるからね、これいらんわ。結局この辺全く使わないのよね。うん、よし。はいはい、ここら辺変わんないんだね。うん、変わんないな。うん、まあ一応全部見とこう。ふいふい、お、あ、変わった変わった。正しいとか評価が悪いとかバスケにその中で愛するけど欲しいな。反射玉いらんのよね。ほいほい、彼らとやったら連中の方が態度がおかしかったからな。うん、反射玉とか特にいらんのよね。よいしょ、周りにすごい本を持ってることがあるらしい。結構売れるけれど、次が2点。ほいほい、まあいいや、なくていいや。よいしょ、ほいほい、それよかったよ。彼に桃のぶら下げて防御者の男が来た。あの子の空が一回二席を振ったから、5人対二席を煙のように消していったんだ。おお、驚いたよ。はあはあ、恐れ聞いたら予想は外れてよかったよ。ああ、いろんな見たら覚えたわよ。まあすごいよねあの人。あなたは切って手こばしりしていた。ちょうちょうたく、ほいほい、ほいほい、で安堵している。ほいほい、謎多いってだけであれだかんね。おい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 、
て悪かった。訓練についてのために自分が最も辛かった時の頃を思い出して当時の怪しき感情を再現したところでな。したいなさんでワンダーマスを出してしまうような経験を。まあ、もっとも実際はもっとすさんでおったがね。あんた、なんでそんな平然と来てられるんや。やけを起こす前に心温めてくれる者との良すがが何度もあった。それだけ。この町ではこの子たちの縁だ。君にもことを起こす前にそんな温かな縁があってほしかった。それだけだよ。わしの指摘さんあの姿見たら食べることは思わなかったな。最後にため記録魔法がこの間まじき預かったのかこれで解放してくれ預けてくれ。そして言われたら高速魔法の中は後で証拠品って預かろう。言われたら拘束されたというかなり強気を裏付けるものだからな。エドルマの拘束大事なものが預かられるのね。ルクスの番にトイレ。それ戻るつもりだったら鉄の負けも魔法の口にまで叶わなくてな。じゃあもともと平井スリーツが攻撃魔法を街を守るためにしっかり配備されているのがまさか起動前にあらかじめ高速魔法を仕掛けられるとは。基本状態以上に強いデプリカだが疲れたもの特殊に強い強力がいった通行って親と男と関心を持てませんね。ふえー。犯人のことに聞くと優しいお方だ。あ、いえ、ジアのようなものですが、彼役に立てばと思ったのです。一言に思いつつ。そのジアイとは美しく愛のジアイと呼ばれていますな。本当に優しい人間とは多い人々と自らは優しいとは言わぬものです。聞いてよ。一つに話を聞いたと思ったらまた後悔。レクスが前にやったかあいつの死にはすぐやったで。毎度と同じで海からバジャンとリアリティをずっと記録魔法で取ってやがったからな。俺は人間だってやったのに証拠品や。証拠として役割ですぐがまあ忘れしや。ぶつかってすぐと隠れ魔法が作ったのが俺自身の月やったな。しくじった以上命は保存はないし。俺死んだらばあちゃんとしばらく過ごすにもらう方がマシやね。だって山から戻って周りと過ごすかわからんし、すまね、後は頼むで。だが十分お稼いだ。そろそろあなたにもうまさが届くやろ。ボスが祭りを始めるかもな。まず自宅をして楽しみにするといいさ。そうしとくわ。大きな被害があったらいたずら気が済まないもんね。まさか生徒の仕事変な目であって憎ないの。憎いよ。だから皆さんをそろっていたずら仕掛けることにしたらただどうするかと同じことで苦手なんですよ。私もどちらかというと苦手です。プチのメス。そんなスキルあったかしら。ロイヤル過ごすような毎日がほんまにロイヤル過ごす毎日になるだけ。毎日のように仕事の成果をパクる上司や同僚がロイヤルに入らない生活続き、俺はこれから生まれたから悪いことを考えたところに放って世間で裁かれる。してるって中でいいですけど、俺を人間扱いしてくれた。あんな親切にしてくれたやつは初めてやったんよ。したらその2番目を知った人だと思わんかったけどな。初見の君たちも僕より立てなくはあるんやろ。覚悟はしてるよ。
だとしてほんまにやるんかい。はい、終わりにしてやります。あー、嫌いしかある街で大騒ぎな旅をしたお兄さんに街の人たちがお返しをしたいそうよ。さっきもそのお返しを頂戴した。僕たちの差し金だということ、君たちの差し金だということはその時に聞いてる。俺は怪我人やぞ。はい、ですので今日はお粥コースでのおもてなしです。今日から兄さんは連行されるまで毎日がトリックアンドトリックです。体調が回復しましたらしっかりしたものをお召し上がりいただきますね。ケリヘ、シュダイナさん。先ほど申しましたが、行き過ぎそうな時は我々待ったおかげますのでご安心を。まあ、身の安全はこうでしよう。プチの目線。マジでリズムで変わるからバジャーって数字確認はまさに合戦さながらの様相を呈しました。これが大手に連行されるまである意味極限やな。でも東の戦闘に入るのは嫌な思いより温かいものの方が多くなるのか。なんなんや高速魔法の巻物を確保使用済みの証拠品として提出した。うわほい。こうして主体の無実は町の人たちに電話にウェルビーのロイターひそこ相談に一つの活躍で幕を閉じました。そして魔界観何者かの企みそれぞれが備えようとするのでした。まだ届きそうやね。石ころと卵たち勘。次、第4章。こっち。あら、運命の人が数字角まで来てるって言ってればよかったわね、ロッテちゃん。はぁ、ボーイフレンドになりそうな奴がまた村に来るんかな。森永と友達でいたいよ。お願い、ロッテの声が聞いてたさ。レビンだけはパスにして。あ、待てせー。占い少しは生き抜きになった。へへへ、あんただけ息詰まってへん。温泉の源泉は強い魔物が出るし、調子が良くないな。留守番する。温泉観光地フェナック村。ところがある日、温泉がほとんど枯れてしまったのです。死活問題に直面した村人たちですが、温泉の源泉の洞窟に生息する魔物が強いため、来客の冒険者にも調査依頼をかけて事態の解決を図っています。そこにライルとクレミラも加わろうとしていました。第4章、森の主と3人双子。双子なのに3人。お父様、依頼した冒険たちに任せきりにライル君たちと調査に向かいたいのだな。あの、おかみさんがいつもゆっくりしてくださるからお返しをしたいの。この際ちょっと丈夫になった姿見したいし、彼がいつも冒険に誘ってくれたおかげなの。ファリアです。ライルと一緒にロッテのサポートをしてました。手紙で君のことも聞いてるよ。ライル君とは幼馴染だとか。何やるくれ、皆さんが同行するのが安心だ。旅の冒険者に3人分とのことだからな。それはどう思う。だって朝一番でおもなりのしぐらいの子供たちが一足先に洞窟の調査へ向かった。彼らが泊まりに来たのは有名だ。お前は部屋で休んでいたしライル君たちの家で過ごしていた頃だ。もし見かけたら助けてあげなさい。私はお前の部屋で待っている。無理はせんように。俺らは他にも腕の立つ頃がいるもんやな。負けてられへんわ。待って、誘ったのは
私入れて二人にしといてね。ええの？声かけてくれるのいつもライリ君やったから。なるほどね。おかげで今の完全に彼氏の書。帰ってきて、さからならそっとしといて。クレミナ。装備かな。エンハンソード。魔法使いのロセンスのブロンズの盾。で、スキルはどんな？あ、こっちじゃねえか。コロナデバイド。あ、シルバーサムライや、これ。言ったらこれ、シルバーサムライやね。あの、陶器炎、陶器氷、陶器雷、ね。で、魔法剣、魔法。スキルライト。フラッシュ。ライトニング。パッシブスキルなし。じゃあこれアイテム強化しましょうかね。あと太陽の魔石か。キングソード。ブロンズ。どうしようかな。月の魔石でどんだけ。クレミナが装備するよ。いしょ。てんてけてん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 。おしゃれなコート。てんてけてん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 。メタリックとシャイニングドレス。てんてけてん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 。三日月の帽子。てんてけてん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 。いざ酔いの帽子。てんてけてんてん。エンハンソード。よいしょ。てんてけてんてんてん。デバイネッチ。スタースライサー。よいしょ。はい、オッケー。よし。オッケー。じゃあこれでセーブして、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス。次回へ続きます。